どうも、ボードお願いします。お願いします。はい、本日8月24日。はい。これ何の日かわかる？これ。ハニシ。ハニシ。これね、もう、とんでもなく有名な格闘家が亡くなった日なんだけど。あー、言ってたかもしれない、毎年。やっぱ、そう。やっぱ、ショックだったんだろうな。K1 のゲームとかやってたし。K1 のね、ボクシングかなんかのプレステのゲームだったはい、はい、まあそんなさておき、はい、本日シュプリーム立ち上げですね。いやー、はい、来ましたね、この季節が。まあ8月末からっていうことで、立ち上げもうねだいぶ前から始まってますこれ。とんでもなく多分スタート出遅れたっすね。私のお腹問題が勃発しましたね。一応8時から多分東京始まってて、名古屋はね今もう9時前ですけどまだ始まってないっぽいんで、多分そろそろぐらいなのかな。あ、じゃあだからまあそれを考えると今年もよろしくお願いします。その新年の挨拶みたいなのあんの？礼儀として今ね代官山やってきました。ただ並びなくね。ああ始まってる。いつもここに並び相当あるけど、でもすぐ取れんじゃん。すぐ取れそうだね。後ろ行こう。ああ、並びなしっすね。はい。行きましょう。じゃあちょっと向かいますか。はい、今日からか。スニアカ男子。はい、今ね、大会ま取りまして、581とか、そんぐらいかな。はい。で、まあ、まだ9時回る直前ですけど、残念なお知らせ。原宿終わりました。終わり？はい、打ち切り。ってことは多分渋谷も終わります。やばいやきっと。とりあえずタクシー止めますか。いやマジごめん。あ、あったこれ乗ろうと。代々木公園、代々木公園向かってもらってもいいですか。代々木公園、はい、なんか渋谷側の方に降ろしてもらえると嬉しいです。今日はあれだね、落とされてね、8時半集合設定が行けてなかった、うん、確かに30分前行っちゃう。それね、昨日渡辺とも喋ったんだよ。けど夜中あさあファミレスじゃない、ビックリドンキー食ってたから、なんかいや8時半遅いやろって言ってていやもっと早い方がええでみたいな。いやなんか一応10時寸前くらいはね、なんか QR 待ってたイメージあるの。まあ立ち上げだからね、やっぱ切りは早いかもなとはちょっと思ったけど、にしてもでも早い方かもな今日。早いよね、9時半とか9時半ぐらいまでやっててもおかしくないから。切るのはまだ9時になったばっかなんで早い方が。1台はね、3店舗ペンペンって、うん、回れる。そうね、もうまあだから今現状としては渋谷の鉄ついてみて途中で切られるかもしれないけど、ちょっと待ってみるしかもうないかな。だからそんな多くないとかかもな、下手したらな、分からんけど。でも大体がみんなあれじゃない、フォトティーじゃないの。フォトティー2色以上だもん。あー2色以外か。ほんでノブレティーがハンガーと緑のステッカーね。確かにそのハンガー欲しいし、緑のステッカーってのも欲しいし、あとあれちょっと気になるんだよな、リバーシブルベストみたいな。あれが188ドルとかなんだけど、3万ちょいぐらいっぽいから、うん、あちょっと買ってもいいかもなみたいな。やっぱ欲しいですかね。フォトティでしょ、ほとんどが。マジでさ、あの人が着てる緑のボックスロゴ欲しいよ。俺、タイラーのクリエイターというか、ラッパーでもあり、プロデューサーでもあり、うん、ホットフューチャー、ウルフギアン、キルゼムオールっていう、うん、まあ、言うたらウータンクラみたいな感じの集まりのリーダーでしょ。もうだから、結構もうめちゃめちゃもうメジャーなってことね。めちゃくちゃメジャー。うん、日本にも強いし。やっぱ思うけどさ、なんか、シュプもさ、スニーカーとかもそうだけどさ、もうやっぱラッパーなんのが一番手っ取り早いな。ラッパーになって売れんのが、靴作る道として、一番手っ取り早いのがやっぱ。原さんもう、8時に代官着いた瞬間始まったって言ったから、今渋谷か、渋谷の多分並んでる途中じゃないか。原さんにもしオファーあったら何て言うと思う？え、マジっすか？いいよ。いいっすか？ね、そんぐらいだよな、多分。T シャツの支援もらうかのテンションの感じで。え、じゃあ俺1枚もらえます？そんぐらいだろうな。武藤さんみたいなポーズすると思うよ。うわぁ、うん、そしたらそれ、神奈月さんも武藤さんも喜ぶんじゃない？みんな同じポーズ。サロンの会見の渋谷市でしょ。渋谷駅はこの時点で、ちょっと言っていい？
降りた。渋谷打ち切りました。バカだ。降りるか。花丸の。どうしようか。すいません、ごめんなさい、この辺でちょっと降ります。ごめんなさい、申し訳ないです。ちょうど赤信号。はーい。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。よいしょ。はい。終わった。許すぎるって。こればっかりもしょうがないな。タイヤーの欲しかったな。もうだから大観で運よくぶち当て以外はもうない。オンラインで聞きましょう。オンライン今日あんの？立ち上げていくのオンライン次の週じゃない？あ、嘘。うん。ないんだっけ？オンラインっていつも立ち上げ次の週だから。あ、そっか。だから今日はもう店舗取れなかった時点で終わり。まず原さんの原さんの T シャツ見せてもらえる？かっこ悪すぎるだろ。まあ原さんもな2店舗しか行けてないから。で結局8時で行っても2店舗しか回れなかったってことよ。はい、じゃあ花丸うどん食べますわ。そりゃかどうぞ。いただきます。いいです。あ、それでかばともです。いろんな最近食ってるけど鬼山ばっかり。ここにな歴史載ってるけど、讃岐うどんの証言が書いてるだけだ。証言でしょ。やっぱりね、証言っていう。やべえ。へそ天買ってもってまるまる残ってる。ちょっと竹塩買ってくるわ。9時38分時点で出ました。はい、早い。584とか出てる。あれ581、582じゃん。じゃあ1個しさん。うわ、惜しいじゃん。で、1個押しましょうかな。うわ、ゴハさんですよ、まず。うわ、ゴハさんこいる。あ、ゴハさん、おゴハさん、ゴハさんがいたのよ。ゴハさん、ゴハさん152番。きついな。58、頼む。420。終わった。420じゃきついな。だってエルトだよ。いや、ベスト見たかったんだよな。あ、ベスト、うん、サイズ感とか見たかったのよ。584だったら45番。うわぁ、エクセル見た俺。あ、まあでも T シャツは多分結構あると思うから、夕方でもまあまあ立ち上げ台で買えるか買えるから。 LMS は買えるんだよ。残念ですね。XXX とか XXX とか。よしよし、これは、はい、よし、待とう。はい、スニアカ男子ないです。これひどいね。やめた、これやめた。これひどいよ、ちょっとひどいね。なんかメルカリによると高いらしいよ、これひどいですね。確かに欲しいね、これ。そっち側かい。今ドラマ一押しね、あの再放送しているイリューは。イリューか、イリューおもろいっすね。かっこいいよ、うん、これイリューってあれじゃん。あの坂口健二。あ、コーヒーそうか。コーヒーで出てこねえだろ、坂口健二。確かにコーヒー経営してるけどね、ショップだなんかな。大物はさ、やっぱさ、あれだよ、イリューとドクター X、うん、やっぱ面白い。なんであの2つのドラマがめちゃくちゃいいかっていうと、あの一徳さんが出てるからね。岸辺一徳さん、あの人がやっぱ名演技で、あの人ただ最高じゃん、うん、なんか影悪い感じでしょ、うん、ね、もしなれんならああいう俳優とかになりたい。ブラックペアもいいんだけど、やっぱね、イリューとか全然シュプリームの話しねえじゃん。シュプリームの話全然シュプリームの話してないじゃないですか。いやいや、今日さ絶対一緒に行ったら原口が遅刻するんじゃないかなと。俺シュプリームやっぱ命だから、すいません、ちょっと別に動いちゃいました。番号もらわないと始まんないんで。まあでも原さんで2店舗っすよね。え、原さんで2店舗っすよね。2店舗っすよね。俺もちょっと舐めてて、9時半までは絶対配ってると思ったから。いや、今日ちょっと早いっすよ。早い、うん、さあ、59分になってます。あと30秒ぐらいでシュプリーム始まりますね。オンラインが始まった。今日いや始まる。クリカスよ、ね、決済ね。いや違う、だいぶ聞ける。レギュラーギーなんで。あー、なるほど。のはずで、あと何秒だ。僕並び切るのが9時だったから。11になりました。少ないと思うんだよな、店舗も。え、出る。あ、出た出た出た。
ベスト31,000。え、ちょっとどうしよう。そんなことじゃないと思う。 T シャツどこ行ったの？ T シャツ。うわ、出遅れてる、出遅れてる。あ、きついな。ベストちょっとありだな。黒買ってみようかな。あ、もうダメだ。いや、え、白でダメ。ダメ、白ダメ。ライブグリーンやる。これにする。パールミントってやつ、ちょっと薄緑の。いいっすね、うん、あんま出ないっすよね。そう、シャライムシャーベットみたいな。そうそう、代わり種はそれとピンクだなと思いました、うん、ピンクとかマゼンタだからちょっと濃いんだよね。ピンクだいぶ濃いっすね。よかったんだけど、ね、XXL は買えないと思ってもね、もうこんな時間経っちゃうと。ダブル X はきついんじゃないな。やっぱりこう、スプリーム待ちのおじさんたちがみんな携帯触ってるわ、うん、まあ興味はこれからっすよ。オリジナルの技を出せばちょっと武藤のパクリすぎだし、まあ継承しすぎですよ。変形シャイニングつって変形してない。ああ、売れた。ベスト変えました。おお、超えとんの、すごい。ああ、確かにもう結構売り切れてんな。もう本当ない、ないね、もうまともな色一個もないじゃん、もう王道カラー。赤、赤、赤着る。赤とか着ねえしな。茶色にしようかな。茶色も売り切れてる。赤しかない。あ、ピンクももうミディアムしかない。ライブグリーンないですか？ライブグリーン、ライブグリーンは全サイズあるっす。だからまだちょっと頑張って。え、ライブグリーンあるんすか？まだある、全サイズある。え、ライブ、これ戻りたい、ライブグリーンしたい。でもまだぐるぐるで。どうやって戻すの？戻れ、戻れない。俺一回キャスに取ったから行きやすいのもあるじゃん。もう一回じゃん、入れとけば。アプリ違う、立ち上げ直すとか一回切って。そうそう、最近ね、通ればね、ワンチャンいけることあるから。あ、赤売り切れたんすよ。赤、赤売り切れた。あ、緑も売り切れたんすよ。マジか、終わり、売り切れた。 XX だね。あー、あー、ダメだ、売り切れだ。売り切れ終了。これまだ出てないな。え、M っすか？ M、 もうダメっすね。終わった。終わり、まだ来ない。デカ T シャツはないっすよ。え、それさ、見てよ、ティビドリない、押して。え、売り切れた。赤、売り切れた。赤だけかな。終わった。速やか男子。はい、ただいまね、1時になりましたね。ようやく大会表で呼ばれたんでね、黄色で。ちょっと行ってみますけども、結構抜け回りそうで、ちょっと階段です。疲れましたね、はい、ちょっと抜け回りそうなんで、下手したら今度は帰るかなって感じで、なんでちょっと腹岸サイズは危ないですけども、ちょっとね、どんなもんか行ってみたいと思います。すりやがれるし。どうでしたか、担当直入。どうでしたこれ。いやー、そんなに人来ないかと思ったけど、やっぱ職人すごいね。原宿渋谷両方1500くらいでしょ。で、代官が800くらい。結果的に渋谷はもう1500人抜き来たから全然ダメで、ダメ。結局代官山が引っかかって、で原口の少し前だったね。あ、そうですね、うん、並んだらね。だから150番目ぐらいに近いのかな。そうですね、結構ありましたからね。さあさあ、思いのほか数少なくて、はい、自分入った時はもう S しかなかったです。それは全色 S、 全色 S のみ。 S で黒は完売って状況で、なんとまあ白はね S だったんですけど、なぜか前の前の人ぐらいがキャンセルして、ライムグリーンの L サイズがなんと俺に回ってきました。なるほど、 L がありますね。これがだからあの大会山店史上で一番でかい、そうサイズで、これしかなくて、そこら辺の番号でもう S しかなくてってのがすごいな。そうですね、うん、もう普通のあの針金のね、このハンガーに買って、いやなんか思ったよりチープでしたね。これやばいっすね。さっきで見せてもらったんですよ、それだけ。あれ思ったよりチープ、結構軽いっすね。なんとステッカーももうグリーンが自分でなくて、うん、結局もう赤の、うわー、ね、それショックっすね。仲間の、そうで、渋谷店に50番目ぐらい入った友達の人がゲットしたのがこれですね。ちょっと今借りてます。こっちだな、うんね、これもないとかちょっとありえないですよ、ね、今回はあれステッカーセットもない。あ、ないんだ、うん、最悪。ステッカーセットがねえのか。あとは自分の趣味で、はい、ちょっとまあ悔しかったんで
まあ、とりあえず自分のマイスタイルを。あ、乳首のやつ？そうですね。はいはいはい、乳首っていうか、まあ、ポルノ女優、ちょっと可愛いな。乳首 TV ってやつか。あと、ミスターカートゥーン。名前出た時はちょっと期待してたんですけど。いや、そうなんですよね。ね、グラフィックじゃなくて、この漫画っぽい感じの。こんな感じね、って正直やっぱちょっと思っちゃったですね。まあでも、カートゥーンにちょっと、名前で買っちゃいました。うん、結局今日は、珍しく T シャツ4枚。4枚少ないっすね。少ないっすね。立ち上がってないっすね、まだね。いやー、まあそんだけやっぱ自分もいろいろ買ってきてて吟味して、うん、まあ同じようなのも多くなってきてるからね。まあまあそりゃそうっすね、うん、ちょっとでもこれはね、まあラッキーですわ。 L サイズからね、うんうん、よかったっす、よかったっす。買いましたこれ。はい、さあ何でしょうね、これ、まあ、俺のではないのは確かに。そうネイビー、はいはい、うん、いいじゃん、ネイビー。でもぶっちゃけ S でもまあまあでかいから。まあでかいですね。俺は結構腹バーって。まあ原さんいつも M っすよね。でも S は切れんのよ、実は。色によってこれ写真違うんですかね。いや、一緒じゃん。一緒だろ。色によって口開けたい、なんかこうポスターとか。いや、それポスターが違うだけよ。一緒でしょ。そのことは全部一緒なんです。ああ、そうか、うん、ちょっと半開きが。いや、絶対一緒。一緒かな。ってことで、まあ先生に買って、でハンガーね、ついてきましたけど、うん、まあ暑い中並んだんで、先生にダメ元でね、ペルティだけもらっていいですかと、全然いいでしょ、優しい。そう言うだろう、先生が。ちょっと、ペルティだけ、いただくっていう形でね、メンバー通ってました。結構だからオンラインもそうしたら結構厳しかったですよ。厳しかったっすね。今日少なかったんだなっていう感じ。2つ前ぐらいに並んでましたけど、朝膝から崩れ落ちるの必死に我慢しました。まだね、渋谷と原宿は受けてないんだけど、バンドはあるんだよね、絶対無理。ああ、無理っすよ、さすがに。何番ぐらいですか、目安っすか。わかんないけど、多分1000ぐらいですか。近いんじゃないですか。まあ、それはないっすね。さすがにない。それはもうないですね。あとは、ミスる可能性もゼロじゃないけどね。あ、後日ね。後日、うん。これから多分またコラボをね、来期もあると思うし。まあ、絶対シュプリームは絶対裏切らないと俺は思ってる。まあ、ただちょっとね、買収の問題あったからどうなんのかっていうのはちょっと気になるんですけどね。まあ、それが気になるかな。だいぶね、 VF から業態が変更されたね、会社に買収されましたけど、決まってたものだけはそのままかもしれないけど、今後がどうなんのかって、ね、まあ、どういう経路になるのかね。それノースとバンツが心配する ね、 ね。それはもう次再来週ですか。来週また来ますか。来週ある説もある。あ、あります。なんか一週ちょっと遅れてるもあるし。前回はね、DL が出ましたもんね。確かにね。あれ出てるでしょ、ね、あれあったあった。俺カモ欲しかったけど、あれノートですか。その渋谷で10枚ぐらいで終わっちゃったらしいから。枚数少ないですね。黄色しかなかったですね、大会は。あと、タックスーツ、ジャケット。黒はなかったね。黒なかったですね。あれも人気っぽかったですね、うん、まあ、オンラインも早かったから、うん、フラスコもね、気になりましたけど、まあ、フラスコ余ってましたね。余ってました。オンラインも余ってました。まあ、ちょっとオンラインもう売り切れてるんですよ。見てた、うん、あ、そうなの。オンライン売り切れてるよ。バカでかい赤いなんかカート付きのなんか、ね、あれもありましたね、うん、結構でかかったから。でかかったです。幼稚園とかのお子さんだったらお湯張れば入れるぐらいの。確かに入れるかもしれない。でかっし、でかい。画像じゃ伝わんないぐらいでかい。あ、そう。びっくりしちゃった。あ、これかと思って。今年度もね。よろしくお願いします。今期もね、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。あれ？あれは？あのサブチャンなんだ。そう。どうですか？バイバイチュー。バイバイチュー。あ、バイバイチュー。まあ、バイバイチュー、まあ、やってもいいですけど。まあ、今日、自分の書いてないの。そうか。書いたらやるよ。はい。じゃあ終わりましょう。じゃあ原さんのじゃあ、うん、独自の挨拶。まだ考えてないけど、じゃあ、まだ。やっぱそれだよね。その話してた今日。シュプリームだから。よいしょ。です。どうなってんのか。チェックだな。おう。うん。ですね。あ、待って。え？これね。問題はこっちよ。おい、赤じゃねえ。おい。おー、よかったよ。こちら、よし。このステッカーはちょっとまあ入ってなかったっていうのは残念でしたが、まあね、本体はこっちのベスト。これが、着丈が大丈夫かどうか。まあサイズ感見た感じでは、ちょっと待って。めちゃくちゃいいかも。待って、めちゃくちゃいいかも、これ。え、いいんじゃない？ほら、わかる？
いい感じ。よし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 。ほんでこれリバーシブルですから、こっちのねこういうモコモコみたいな、はい、まあ、これはね秋冬に着ていくものなんですが、いいね。ちょっと思ってた以上に、あ、よかった、いい感じですね、うん、でこっちはポケットないんかい。おい、